皆さんこんにちは、 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はストロークの時全部の弦を弾かなくてもいいんですよというお話を、エルビスのエリート2カッタウェイのついたタイプ、トップがスプルース単板、サイドバックがマホガニーのこのギターを使って解説したいと思います。はい、ストロークを弾く時皆さんどうしてますか？はい、今のように全部の弦を全部のストロークで弾く、まあこれも基本の基本で大事なんですけども、だんだんとストロークの精度が上がってくるとアクセントを入れてみるのもいいんではないでしょうか。今回はそういうお話なんですけども、アクセントの時だけ全部の弦を弾く、それ以外のところは5、6弦この辺だけを弾くという風な感じでやるんです。こんな感じです。はい、わかりましたでしょうか。アクセントのついてるところだけ全部の弦、それ以外は5、6弦という風な感じで弾き分けるんですね。で、こうすることによって曲にストロークに、メリハリがついてきます。で、基本的にこのアクセントをつける位置なんですけども、2拍目と4拍目につけていただくといいと思います。ドラムでいうところ、最近のまあポップスではほぼ2拍目と4拍目にスネアドラムと言いまして、これ丸っこいこうね、タンタンという音が入るドラムなんですけども、これが入ってると思うんですけども、この位置というのが2拍目と4拍目なんです。例えばドンターン、ドンドンターン、このターンの位置が全部、アクセントがつく、基本的にそこに入れていただくといいと思います。こういう感じですね。で、このストロークを使うとテンポが速くなっても弾きやすいんです。テンポ速いので全部やると忙しいじゃないですか。このアクセント以外のところを5、6弦だけにするだけで、非常にこのぐらいのテンポでも楽に弾けるようになるんです。まあ、このここのですね、手首の動きがこうなるのとこうなるのでは随分違うと思います。はい、この練習方法なんですけども、音を出してコードを押さえてやると音量も大きいですし、分かりづらいところ、全部弾いてんのかな、 5,6 弦だけなんだかなっていうのが分かりにくいところもありますので、 DJ のおすすめはですね、全部の弦をミュートしてください。ミュートというのは左手で弦全部を覆います。覆うだけで力を入れてはいけないですよ。弦に触るぐらいな感じでいいですからね。そうするとこういうパーカッシブな音が出ますね。力入れて持ちすぎると変な音が出ますね。その時は力入れすぎですから、軽く弦全体に触れるだけでいいです。そしてこういうパーカッシブな音を出して練習します。はい、ここ見てくださいね。ちょっと全部、ちょっと全部、こういう感じでやっていただくといいと思います。で、全部弾いた後の戻りなんですけども、2拍目の裏と4拍目の裏になるんですけど、こちらの音はですね、全部弾いていただいてもいいんですが、ちょっと小さめな音量で全部戻ってきていただくといいと思います。できる方はまあこの辺ぐらいだけ触るぐらいにしていただくと、なおいいんですけどね。まずはゆっくりのテンポからいきましょう。1、2、3、4、1、2、3、4。はい、これぐらいのテンポでやっていただくといいと思います。ちょろっと弾いて全部弾く、ちょろっと弾いて全部弾く、ちょろっと弾いて全部弾く、こういう感じでやってくださいね。まあ今もあの動画の特性上ちょっと早めなテンポになってたんで、実際は皆さんあのできる感じのスピードでいいですからね。速さはこんな感じでもいいです。で、だんだんできるようになったらテンポを上げていく。
それが安定してできるようになると今度はコードを抑えて、という感じでやっていただくといいと思います。はい。でストロークなんですけども、全部このストロークでやる必要はないです。リズムのアクセントの位置が変わってくる場所もありますし、またはアクセント入れずに全部べったり弾いた方が気持ちのいい曲もあります。その曲に合わせてですね、今回の5、6弦だけ弾く、全部弾くというパターンを、使っていただくといいと思います。それからこのアクセントの位置も曲によって様々だったりしますので、そのアクセントの位置で全部を弾くと、2、4だけでなくてアクセントのとこで弾くというふうに覚えておいていただければ、いろんな曲に活用できるのではないでしょうか。はい、 DJ のアコースティックギター講座、今回はエルビスのエリート2カッタウェイのスプルーストップサイドバック、マホガニーのこのギターを使ってですね、ストロークは全部弾かなくてもいいんですよというお話をさせていただきました。今回のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。